人のサイトにテントを張って気づかずに小1時間ぐらいくつろいでましたけど、ってことで、まあようなんかようわかりませんけどお疲れ様ってことで3本目で、今日はですね、新しい厨房システムをちょっとご紹介したいと思うんですけど、前回もちょっとやったんですけど、キャプテンスタックのアルミテーブルとキャプテンスタックの木製のテーブルの間にキャプテンスタックのかまどグリルを入れて、キャプテンスタックで厨房を作っていこうと思うんですけど、これガバイさんに教えてもらってですね、これ外のシングルバーナーの330どっちか忘れたけど、そんなやつなんですよ。でこれがなんとですね、びっくり仰天、この間メジャーで測ってたと思うんですけど、このかまどグリルの中に、おい待て、ぴったりぴったりなんですよ。恐ろしくぴったりでしょう。そう、これでちょっとキャプテンスタックの厨房システムをちょっと作ってみました。今日も鍋です。でこのキャプテンスタックのかまどグリルが風よけにもなるんですよ。まあ今日風ないんですけど、そうこれでやっていこうと思います。で今日はマニアックな人は知ってると思うんですけど、僕が大好きなもやし鍋です。これがうまいんですよ。もやしと豚バラ薄切りを使ってやっていく鍋なんですよね。そう、火が入りましたよ。豚しゃぶのバラ肉ですね。豚しゃぶのバラ肉は薄ければ薄いほどいいんですよ。去年から使ってるこの金ちゃん鍋、この金ちゃん鍋ですね、スーパーの片隅に売れ残ってこう埃をかぶって置いてあったんですよ。でこれアマゾンでも買えるんですけど、結構おすすめ。そう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 、そう1パックぐらい余裕で入るはず。であと蓋を閉めて待つと、この外のシングルバーナーはなかなか火力調節がですね優秀なんですよ。超弱火とかもできるんで、パークテーブルっていうんですか、なんとかパークテーブル。でここに外のフュージョン330を入れて、こうそう金ちゃん鍋システム、シンデレラフィット、そのシンデレラフィットがまず2ミリだったからですね、ぴったし。これガバイさんに教えてもらったんですけどね、今年の冬はこの厨房で行こうかなと思ってですね、一応対面キッチンになってるんで、料理しながら子供が遊んでるのが見えるんで、オープンキッチンですね。オープンキッチン。こっちがリビング。まあむしろ海なんですけど、夜の海。で、ここでお料理しながら子供が遊んでるのを見れるというオープンスタイルのキッチンになってますんで、今年の冬はどうでしょう、これ。おすすめですね。まあ310。やったっけ、まあ、持ってるんですけどね、この330もホースがこうやって ここをね、ホースでつながれてここにガス CB 管があるんで、まあ危なくないんですよ。鍋とか結構ね長い間煮たりするんで、まあ、ストーブで鍋やっても全然いいんですけどね、ちょっとしばらくこれでやってみようかなと思ってます。鹿児島で食ったやっぱ豚しゃぶがめっちゃうまかったっすね。あのネギと一緒に食うやつ、あれ福岡にもあるみたいなんですけどね、店舗が。鍋の季節になりましたね。ほんとこのもやし鍋の素ってマジでうまいんですよ。よいしょ、さあ
久しぶりこれ。去年よく食べてたんですよね、キャンプの時。もやし鍋。うまっ。好きな鍋を食いながら過ごす秋のキャンプはもう最高っすね、ほんと。いや今日家出てくる時に一番下の子供に今度お父さんと一緒にキャンプ行こうよって言ったんですけど、え、2人でって言って、ああそうそう2人で2人で、お兄ちゃんたちも中学生だから2人だよって言ったら、え、気まずいって言われたんですよね。気まずいって。うん、やっぱ僕と二人きりだったらこうちょっと気使うのかな。では今日お会いした浩二さんとももうほぼほぼ一瞬で仲良くなりましたね。いやーでも本当鍋の季節ですよね。まだ海沿いででも22度なんで相当涼しいですね、九州で考えたら。だいたい海沿いは最後まで暑いんで。まあ、鍋を食うほど寒くもないんですけどね、美味しいですね、こういう外で食べる鍋料理はですね。よいしょ。替え玉もやしがありますんで、これはまた入れていきましょうよ。しかしな、人のサイトに勝手にテント張るとか初めてでしたね。なんか一歩間違えたらですね、何してんだよ親父とか言って渋谷センター街のチーマーから引きずり回されるとこでしたね。天気もいいんで結構星も出てますね。でここすぐ目の前が海なんで釣りの方が結構いらっしゃるんですよね。今日お会いした女性のソロキャンパーの方なんですけど、ちょっと後から挨拶行こうかなって思うんですけど、夜なんでですね、女性のテントに夜ご挨拶に行っていいものかいけないものかですね、ちょっとこう思案のしどころですよね。なんかこんばんはとかって言ってもなんかキャーとかなってもなんかあれやし、やめときましょうかね。こっちに来てくれたらですねいくらでも話せるんですけど、僕から行くのはですねちょっと微妙ですよね。やっぱキャンプ楽しいからな。まだまだキャンパー増えるでしょうね。特にソロキャンパーが家族とキャンプできなくなって、それでもキャンプしたいお父さんとお母さんが、今日だっていろんな浩二さんのキャンプギアとかサイト見せてもらったり、座ったことなかったすごい椅子に座らせてもらったり、まあやっぱいろんなことを教えてもらえるんでですね、やっぱ何だってこう趣味が一緒の人と一緒に出会うと仲良くなるんでしょうね。まあでもこの外のフュージョン330、めちゃめちゃこの細かい火力調節ができるんで鍋向きですよね。去年ですねここで一人でキャンプしてたんですよ。でこの場所でみぞくんと初めて会ったんですけどね、懐かしい。おーこんばんは。
ちょうど行こうと思った。いや、ちょうど。あら、あらららら、あら。とんでもございません。ちょっと僕の塩オクラももらっていってください。もう。そう、やみつき塩オクラ。ズッキーニを焼いて差し上げたいとこですけど、ちょっと。うわ、ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。僕のやみつき塩オクラをですね持って行ってくださいよ。焚き火ね、もう僕実は3回設営しててもうヘロヘロなんですよ。向こうに貼り間違えて、でデイの人が帰るまでそこに貼ってて、でまた移動して、さっきまでちょっとぐったりしてたんですよね。いや、実は僕なんか女性が意外とステッカーの応募に、あ、すいません、ありがとうございます。めちゃめちゃ女性からの応募があったんですよ、実は。そうですね。いや、僕どっちかっていうと寂しいお父さんのために動画作ってるんですけど、意外に女性が見てくれる、女性が見て何がどこが面白いのかよく分かんないですけどね。そう、あの独り言がつぼるなと思って。嬉しいな。いや、もう直にそういう話が聞けて嬉しいな。つぼるんだ。聞きました、つぼるってですよ、僕が。え、嬉しい。だから女性とかホモとか多いかもしれない。ホモでしょ。独り言が、あ、ちょっと夜ちょっと一緒に飲みましょうよ、その辺で。そんなに飲んだんですか。いや、もう、もうアルコールで負けたもん。俺そんな飲めんすからね、実は。マジですか。はい。え、いつもじゃあビール飲んでそっからスコッチとか行くんですか。これですね、はい、私の、はい、お酒セットなんですよ。え、どういう、あー、メーカーズマーク、うん、見たけ、見たけの小瓶が出てきた。ラム、ジン、ジン、そう、ラム。あ、何でもいける系なんですね。そうで、その日の気分で。あー、今日もうだいぶなくなってきたから、ちょっと、あ、ちょいちょいそれで楽しまれてるんですね。いや、嬉しかった。しかもキャノさんって言われて一瞬ドキッてしたけど、初めて声かけられた、わっと思って、はあ、いやいや、それはないでしょ。キャノさんって言ってるから多分絶対見てくれてる人だと思って。いや、なんか入れたちがなんか入ってるなと思って、で、入れ違うざまにステッカーが見えたんですよ。あ、ステッカー見ました。 だからな。そうそうそう、で、あー、クーラーボックスの、あ、よかった、声かけてもらって。いや、嬉しいですよ、見ていただいて。見て寝ましたから、ね、あの、見ました、あの豪雨やばかったでしょ。誰、北山ですよ、はい、何人かあの鼓膜が破れたって言われましたけど。雨のシーンで。いや、俺マジで女の人からの申し込みが多くてビビったんですよ。いや、あのね、自分の自宅の住所を書くって、そんなもう電話番号を教えるとかいう段じゃないからですね。もうそこまでと思って、もうそこまで来たかと、もうそこまであのの人なのかと思って、俺はあの泣きました。あの動画の編集なんかやったことないからですね、もともとは。あの試行錯誤しながら編集ソフトと戦った日々を思い出して、俺は泣いたよ。やっぱコツコツとアスファルトに刻んだんですよね。あの薄っぺらなボストンバッグがやっぱ北に向かったんですよ。いやーね、ほんとマジで女の人多かったんですよ。半分とは言わないけど、えっていうぐらい多かったんですよ。しかもそのなんか皆さんの一言一言のコメントがですね、骨身に染みたんですよ、骨身に。迷惑キャンパーがね、あの、まさかあれが僕の代表作になるとはですね。あれ抜けないですもんね、もう20万いきそうになってますもんね。あれが一番再生されるんだと思って。あれでしょう、ね、え、あの動画からなんかめちゃくちゃ嫌なコメント来ますけどね、なんかわけわからん。いや、嬉しいな、またこう新しい人に。だから今日10人目の僕が出会ったソロキャンパーなんですよ、記念すべき。今年の目標10やったんで、
本日クリアス。あ、そうですね。あ、そっか。今日逆難されたってことになるのか。初めてですね。初めて尽くし。いつも声かけてますか。そう、いつもおじさんをナンパしてるんですけど。そうですね。女性の場合はあの声かけてもらった方がありがたいですね。こっちからかけたらやばいやつですもんね。はい。ちょっとまばらだとちょっとやっぱ。いや、そうでしょう。やっぱ女性は絶対それあると思いますよ。男でも怖いのに。ファミリーが近くにいると安心だ。ああ、そうですね。いやでも今日だけでもあと2人ぐらいいますからね、女性。わ、満月やん。はい。今ちょうど雲がどいてチャンスじゃないかな。俺の手ぶれしまくりの月の絵を。ピントが合わないな。秋はね、月が綺麗ですよね。まあ秋じゃなくても綺麗なのかもしれんけど。いや最高。いや、もっと暑いかなと思ったんですよ。でも全然いいっすね。あ、でしょう。あと昼間のね、30度超えてたからやべえかなと思ったんですけど、全然でしたね。いや、冬キャンもやる女性ソロキャンパーとかなかなかいないんじゃないですか。やっぱ冬の方が楽しいですよね。確かにね、虫もいないし。やっぱ今年の夏のあの遊水鏡の虫だけはマジでえぐかったですね。まあおかげで極悪キャンパーっていう言葉が生まれてよかったとは思うんですけど。あ、そう、川のそばがやばいですね。虫やばいですね。夏の虫はやばい。一回ガバイさんと両手のひらぐらいの顔を見たことあるんですよね。最初ガバイさんがコウモリって言い出したんですよ。いや、コウモリえってか言ったら、あれガでしょうね。むちゃくちゃでかかったですもんね、あれ。いや、ほんと今日も楽しい日でしたね。ほんと、あと、あ、もう秋の虫が鳴いてますもんね。いや、今日もほんと新しい出会いが、2人も新しい方と出会って、ほんとっすね、最高のキャンプでしたね。あ、僕のあの土砂降り動画をですね。あ、いや最高。いや、もうちょっと10時過ぎたんでですね、あとはもう焚き火を楽しんでまったりしてから、もう今日は寝ようと思います。今回も最後まで見ていただきましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。とにかくちょっと人のサイトにテント張らないように気をつけないといけないですね。ちょっとマジでやばかったな。